10回戦はこれまでに10戦経験しております右側の中島俊一、一方の左側ホーキー純の方は10回戦はこれが5戦目になります。試合は後半第6ラウンドに入りました。日本ジュニアバンタム級のノンタイトル10回戦です。チャンピオンになったばかりの中島俊一、黄色いトランクス、一方日本のランキングの4位にランクされております田中ジムのホーキー純です。まあ、ノンタイトルとはいえですね、はい、後期にとりましてはこれは大きなチャンスですよね。そうですね、はい、逆にその中島を破ればですね、自分がその挑戦権を得られるかもわからないですからね。そうですね、はい、右は大振りです。後期順、まあ、問題はやはり後半の後期のスタミナということになりそうですか。まあ、そうですね、今のところですね、はい、まあ、あの症状を見ても、さほどそのスタミナの、ね、心配ないと思いますね。そんな感じがしますね、はい。まあ、やはりチャンピオンが相手ということでホーキも燃えて練習したんでしょうしね、まあ、この頃はその先ほど沼さんの話にはありましたが、力を抜くところで抜くとフェイントを少しずつ覚えてきたと。そうですね、そういう部分もやはり疲れの度合いというかスタミナの点ではだいぶ違うでしょうね。そう、違いますよね、今中島がですね、はい、レフに注意されたのはそのオープンブローで打ってるってことですよね。なるほどね、まあ、ナックルが正確に当たりませんとポイントにつながりません。まあ、おそらくですね、はい、まあ、打つとき拳を握らないでそのまま打ってるんじゃないですか。あ、そうですか、そうしますと威力は反映してしまいますね。そうなんですよね、その代わりスピードはつきますよ。あ、そうですか、はい、なるほどね。まあ、しかし理想的には打つ瞬間によく拳をギュッと握れと、言うこと言いますよね。当たる瞬間ですか、ごめんなさい、まあ、あの例えばですね、銃の拳が銃の力でしたら、はい、銃の力で握ったら相手は倒れないですよ。おっと、ホーキーラッシュ、ホーキーの攻撃です。7か8の力で、このタイミングも力加減もちょうどいいわけなんですよね、はい、いい試合になってきました。目が離せない試合になってきました。左フック中島、右カバーしています。ホーキー今度は内側からアッパー、中島俊一、まあ、ホーキーもですね、はい、いわゆる相手がチャンピオンということで、本当にもう自分の持ってる持ち味を全部出し切ってますよね、はいはい、ボディから顔面です。中島俊一、残り時間15秒になりました。今の相打は後期の方が良かったんですよ、はい、中島がちょっとよろけました。後ろに下がりました。左のフックホーク、ここで第6ラウンド終わりました。このラウンドは沼さんの対戦初めてホーキが10対9と取っています。